手をしてやる。息子と呼んだエースの処刑を阻み、その身柄を奪還するため、大海賊白ひげエドワード・ニューゲートは海軍本部のある島マリンフォードを吸収する。後にマリンフォード頂上戦争と呼ばれる大海賊時代開幕以来最大の戦いの火蓋が切られようとしていた。なんだ、大気にひび。爆発！真夏以上、真夏以面の高さ。開始。反対側にも。勢力で上回ろうが。勝ちと鷹をくくるなよ。最後を迎えるのは我々かもしれんのだ。あの男は世界を滅ぼす力を持っているんだ。セメイルは白ひげ率いる新世界47隻の海賊艦隊、迎え撃つは政府の二大勢力海軍本部大岡七部会。誰が勝ち誰が負けても時代が変わる。津波だ。なんて力だ。まさに伝説の怪物。若造が。おっとっと。ちょっと疲れた。Let's go!